クマレサンデュライサミーは、インドの俳優、政治家、実業家。ナポレオンの芸名で活動しており、マンモファン新内閣では、社会正義、エンパワーメント大臣を務め、これまでに、合計150本以上のタミル語映画、テルグ語映画、マラヤーラム語映画、カンナダ語映画に出演した。1963年に6人兄弟の第五子として生まれる、ティルチラパディの セントジョゼフカレッジを卒業している。大臣時代のナポレオン大学卒業後、ナポレオンはドラビダシンポ党の思想に共感して入党した。おじ、ケイエヌネルーは同党の党員であり、この時期にはタミル・ナード州政府の厚生大臣を務めていた。2001年タミル・ナード州議会選挙でビリバッカム選挙区から立候補し、州議会議員に初当選した。 2006年タミル・ナード州議会選挙では、マイラープール選挙区から出馬するが、SVE、セカルに敗れ落選した。その後は、国政進出に関心を示し、2009年、インド総選挙で、ペラン・バルール選挙区から出馬して、ローク・サバー議員に初当選した。当選後、ナポレオンは、社会正義、エンパワーメント大臣に就任し、2013年まで在職した。 2014年にドラービシンポ党を離党した。離党の理由は党内民主主義の欠如に対する不満があったためと語っており、これは彼が支持していた MK 荒切が党を追放されたことに対する抗議の意味が含まれていた。離党翌日の12月21日にアミットシャーと連絡を取り、その場でインド人民党に入党した。2015年11月26日に インド人民党、タミル・ナード州福祉部長に就任している。27歳の時にドヤムを干渉したことをきっかけに俳優を志すようになった。1991年にバーラ・ティラージャのプーデュネル・プーデュ・ナサで俳優デビューし、これ以降、ヤジャマン、シーバラ・ペリー・パンジ、デボスリーム、ラベナ・プラブ・フー、バトターラム、ハロー・ブラザー、ポッキリ、デサ・バターラムなどに出演した。 ナポレオンの俳優キャリアの中で最も成功した役としてデボスリームで演じたムンダッカルシェイカラン役が挙げられる。2000年から2006年にかけてナディガル・サンガムの副会長を務めた。一時期俳優業を離れてアメリカが州国テネシーに移住していたが映画業界からの要望に応える形でキダーリ、ムートゥーロ・リングムに出演し俳優業に戻った。 2019年には、デビルズナイト、ドーン・オブ・ザ・ナイン・ルージュに出演し、ハリウッドデビューを果たした。ありがとうございます。